まあ矛盾をはらんでいるんだろうなってことをね、まあ、昨日も実感したいのと同時に、えー、1時間ほどねいろいろとお話しさせてもらったんですよね、まあ、今回ねこの幸福実現党さんが来ても結局私はこう話し込んでですね「なんか帰ってください」って言わないというねあの例の NHK 理論です来た人はお客さんって感じですおかげさまで今回もー私がね YouTube をしてるってことをいらっしゃったのが3人だったんですけども ご確認いいただいて、まあ、先ほどチャンネル登録をねやっぱりこう増えていたということで <laughs> うんまあなんかね全てのことが機会になりますよね。で、えー、こういった書籍もいただいたんで読んだ感想を好意的に私は YouTube でお話ししますよと幸福実現党さんっていうのは本当にあの人の幸せをなんか感じのいい方でぜひ、えーまあ、ねいらっしゃった際はあしっかりとお話しされた方がいいと思いますよみたいなことでねあの YouTube で話しますんでっていうふうに。 言いまして、まあまさに私はねあの特にねそれをなんか裏読みしたらね結局は自分たちだけが、あのー、何議席を取って信者を増やしたくてやってるんだみたいなことを言うことはできますけども、あのー、幸福実現党さんにしてもエホバの証人さんに対してもですね目の前にえたいの知れない存在だと思っている時には。 なんか怪しいんじゃないのって思いますけどもこの「怪しい」って言葉がなんか最もね卑怯な言葉だなっていう気がするんですよ直接人は傷つけていないんだけどもでも悪い印象だけを残すみたいなねあの人怪しいよねってすごく責任を取らずに人を傷つける言葉だなと思っちゃうわけなんですよ。さあそれでね幸せという言葉なんですけども結局私たちはね幸せってのは誰かからもたらされるものではないっていうふうに気づくことがあると思うんですよ。 自分の内側で作った幸せが最も強くてね誰かからもたらされた幸せっていうのはその誰かってものに依存する幸せになってしまいますからあーだからねあのー、なんかオンラインサロンに入ってビジネスを学ぶ最初はしょうがないでしょでもオンラインサロンに入り続けないと稼げないっていことだとこれまた困っちゃうわけなんですよ、ね、なんかノウハウ頼りとかねツール頼りとかではなくって自分が結局稼げる人間になればミクシーが がフェイスブックが雇ようがツイッターが雇ようが YouTube が雇ようが,が,ようがブログであろうがどこでも自分の幸せを打ち立てることができると、うんまあ、ビジネスを打ち立てることができるんだろうなと思うわけですよ、うん、会社に入ってね何か問題が起きる、まあ、これはねやっぱり当たり前なんですよなぜならその問題を裁ける自分に力量がないからでもどんなトラブルが来てもいとも簡単に裁けてしまえば 特にそこに自分を災難むものはないってことになっちゃうんですよね。あったとしても気にならなくなると。そして、人間ってのは、過去を必ず持ってます。まあ、吉田さんもね、過去のいろんな思いを語ってくれることが多いんですけども、じゃあ、それが、どこに向かか。っているんでしょうか今日という一日に向かったときに、じゃあ、今日がね、メタくそだったら、過去は悪かったから、それが今にも影響を及ぼしているとも言えます。でも今がままあまあいいなと。 俺よくやったなと思えるってことは過去こういうきついことがあったからそれを切り抜けてきたからあ自分の格が上がって幸せになったんだともしくは幸せに近い状況になってるんだというふうに過去をね肯定できる過去の辛さを肯定できる辛さっていうのはねご存知の通り幸せに一本足りないって書きますけども辛いところに一本筋を通せば幸せが来るというねオチがつくんではなかろうかと思いまして今日は前編後編でお届けしましたバッテリーが切れちゃったんでね いつものように図らずも2個に分かれたんですけども皆さんどれにお感じになったでしょうか是非幸福実現党さんが来た際はお話聞いてみると勉強になりますね自分と違った考え方っていうのは非常に勉強になりますあそこから光を当てればそういうふうに見えるんだ考えられるんだってことなんですよね、はい、ということでございましたいってらっしゃい